青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はストラップなしで弾けるようになろうというお話ですね。まあウクレレストラップいろいろありますし、ここから下げるネックストラップなどもあるんですけども、なるべくですね、まあできましたら手軽に手に取って手軽に抱えて弾いてっていうのが一番ウクレレらしくていいんじゃないかなと思うんですね。はい、基本的にはウクレレは右手のこの辺ですね、腕の付け根あたりでここ持って、あとは左手でここをね、左手のこの手の親指と人差し指の間でウクレレを支えてこう持ってコードチェンジします。それはあの練習会や、ウクレレレッスン行くと習うと思うんですけども、バレーコードと言いまして、人差し指で4本の弦を全部押さえるコード、例えば B フラットとか、まあ、B も B マイナーとか B マイナー7いろいろあるんですけど、こういうバレエコードを弾いた時にここの間に乗せてたら押さえられないんですよね。でもどうしてもそうするとこの指の真ん中辺で押さえようとするとこうなって、ここに隙間ができます。はい、そうするとこういうコードを弾くときに何回練習してもうまいこといかないというときに、どうしてるかというと F のコードから B フラットに行く、 F から B フラットに行く、 F から B フラットに行く、はい、F を押さえてて、ここを使ってるんですね。はい、で F からここで持ち上げて B フラット、持ち上げてる間にここで支えてますよね最初。でそれをこっち側で持ち上げてこうです。はい、最初はここでこうですよね。でこれをこっちへ持ってきて持ち上げてこういう感じにしてます。はい、持ち上げてますけど、ウクレレは実際はこう上がったり下がったりなるべくしない方が弾きやすいですからね。今分かりやすいように持ち上げてとは言ってますけど、こう押さえてたのをこっちでこうやって弾いてます。はい、それから E マイナーですね、こういうコードですね、こうやって、ポンと放り投げて、ポンと放り投げてこうやって押さえる、こうですね。今大きくバーンとは放り投げないですよ、こうやって。まあこういう感じでですね、放り投げたりこっちの手でこうやったりして、結局はですね、最終的な結論的にはこのネックをなるべく動かさない、なんとかして動かさないようにします。だいたい押さえるときはこの押さえる指だけを皆さん集中して次のコードにと思うんですけども、その押さえやすくするためにこの手のひらの部分でここら辺で支えてたものをこっちに持ち上げる、こう持ち上げるとこうバレーコード行きやすいですよね。でまた戻すで、押さえる時もここの指がヘッドの方からこういう風に来る時も、これ今あの脇わざと上げてますけど、このここ開けてますけど、こういう感じでこっち側から指が今来てますよね、ヘッドから。そういうコードもあれば、こう弦に対して垂直に来るコードもあります。この辺は割とフレキシブルに動かしてですね、あとこの親指も、押さえる人差し指から小指の間の指の押さえやすい位置に応じてこう親指も動いてます。親指固定してから押さえようとするとどうしてもコードによったら無理が出てきますので、そういう風にはしないで裏側のこの親指も自由に動く。はい、一番大事なのは弦を押さえて音を出すということですから、その押さえる指、これがこの4本が無理なく押さえられる、しかも柔らかい力ですね、強い力で押さえるとダメですよ、優しい力で無理なく押さえて、その時の指の位置、支えられてこう前から来てますよね。随分これ、はい、弦に対して平行ではないですけど、割とこうですね、45度ぐらいの角度でこう弦指が来てます。あと場合によってはこうですね。でこれとこれの時に親指が同じ位置にあると、無理が出てきますよね。親指も自由に動かす。はい、で
ウクレレもちゃんと支えるというふうなのを考えながらコードチェンジをやっていただくといいと思います。で、例えばさっきやりました F と B フラット、これだけでいいですから、ここだけを練習すると。こんなわけ上げる必要ないですよ。今分かりやすいようにこう腕は上げてますけども、通常はこうですよ。こうやってこうですよ。こうやってこう、はい、やっていただくといいと思います。そうするとですね、別の曲で同じような進行が出てきた時に自分で勝手にこうやってくれますから、はい、こうコードチェンジする時に最初に癖づけましょう。はい、で、ウクレレがなるべく上下しないような感じで考えていただくといいと思います。ストラップなしでウクレレを固定させるためにはというお話です。コードチェンジの時にブレたり落ちてきたりっていうのになりますから、注意してください。で、あとはですね、ここをしっかりと、ホールドする時に、冬場は特に長袖とかセーターとかツルツルする素材の服を着てたらどうも滑りますよね。そうするときはウクレレのあの、ラバーを後ろにストップするためのラバーですね、そういうのも貼っていただいてもいいかと思います。はい、また手軽に弾けてウクレレが楽しめると思います。はい、 BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。静かにゆっくり時を待つ。